新3回戦の空城です。新2回の岡崎俊樹です。新2回の伊藤美咲です。今日はこのサッカーソックスで作ったボールとテニスボールを使って、コーディネーショントレーニングをしていきたいと思います。よいしょ。まず初級編です。初級編はまずこのサッカーソックスボールを足でインサイドでこのように扱います。でコーディネーショントレーニングなので、これプラス手でテニスボールをバウンドさせます。これを同時に行います。今この感じやな。まあ、続いて中級編です。中級編はさっきとも同じ要領でサッカーソックスボールを足で扱いながら、テニスボールを手で扱って、次テニスボールを壁に当てながらこのようにしてやります。お願いします。リズムよく、リズムよく、おいおい、うまい。次は上級編です。上級編はサッカーソックスボールをシザースでまたぎながら、次はこの手でバウンドさせます。じゃあマジほんま無理やろこれ。右手ばっかなって。上級編は見た目によらず意外と難しいので、ぜひ皆さんもチャレンジしてみてください。バイバーイ。はい、カット。最後写真もいるから。